バルター・グラマッテはドイツ表現主義の画家。マジックリアリズムを特徴とするキリスト教的な救済願望と神秘主義的な自然観による表現の油彩画で知られるが、その他にいくつかの自画像も残している。その創作は戦争体験と病気の傷跡が刻み込まれていた。最初の妻と別れた後、1920年にバイオリニスト、 作曲家のソーニャフリートマンコチェフスカヤと結婚して彼女の絵を多く残す。だが1929年に超結核により33歳で養成した。ベルリンのパン屋の息子に生まれた。第一次世界大戦で軍役に就くが健康の問題ですぐに軍役を免除された。ベルリンの美術工芸博物館で学んだ。1917年に 自らのスタジオを開き多くの芸術家の集まる場所となった。1920年に音楽家のソーニャ・フリートマンコチェフスカヤと結婚した。ドイツ表現主義の美術家、グループ、ブルッケを結成した、エーリッヒ・ヘッケル、カール・シミット・ロットルフといったが形と親しくなった。小説家のヘルマン・カザックとも親しかった。健康は良くなかったが、1921年には、イタリア、 1922年にパリ、1924年から1927年の間に何度かスペインを訪れた。ハンブルクの病院やバルト海の秘伝税等の療養所で療養したが1928年に病状は悪化し、1929年に没死した。作品は旧国立美術館に所蔵されている。ありがとうございます。